69センチでしたね。これ後ろの方も何年やってらっしゃるんですか。10年です。10年、はい、僕は2年ちょっと2年ちょっ と, ょっと。あ、そうですか。もうこんな体なんですか。それじゃあ一つね、あの奥さん方あの注目してらっしゃいますから、はい、あの一つどうですか。どうそれでしょう。うわあ、そうですね、あの下半身には手を触れないようにすごいもんですな。しかしね、あ、そしてそのボディビルやりながらこう歌なんか歌いながら練習されたんですか普段。いや、そうじゃないんですけど、はい、はい、ああ、そうですか、はい、ボディビル日本一、はい、この強がりもね、はい、坂口健三の歌日本一、はい、やってください、はい、頑張ってください、ね、どうもありがとうございます。レコードね、25日が発売ですから、はい、ということでございます。よろしくお願いします。というところで早速、はい、積み立てプレゼント参りましょうかね。1万円積み立てプレゼント、本日の賞金1万円です、ね、ちょっと映ってる、映ってしまった。ありがとうございます。さて一つね、あ、はい、あのね、坂口さん、あなた弾いてもらう、はい、弾、はい、いてください。こっちみたいな、この辺なんです。直径15センチの穴がね、はい、でいっぱいいっぱいになりました。はい、愛知県ですな、これは。え、日立ひろみというところにお住まい、坂本晴美さんでございます。地流ですね。地流というところですが、はい、地流の坂本さん、晴美さん、坂本さんのところへお電話をいたしますので、今いらっしゃいますかな、坂本さん。坂本さん、あの愛知県の方に何か親戚かなんかお友達いらっしゃる。いえ、あのボディビルセンターがたくさんあります。愛知にありますか。あります。そうですか、はい、愛知、愛知の方よろしくね。あ、よろしく。25日ね。はい、25日発売日、発売日。もしもし、はい、あ、坂本さんのお宅ですか。あ、あの読売テレビ2時のワイドショーですけども。あら、あら、ちょっとあの、もしもし、晴美さんいらっしゃいますか。はい、ちょっと今変わりますから。はいはい。じゃあ、あー、ちょっとこれも時間いっぱいいっぱいやな。ちょっとあなたしばらく話してるからね。ということでございますね、それではね、もしもし、あららら、いっぱいいっぱいやな。もうとにかくお送りしよう、ね、ご本人お出になった晴美さん、はい、ということでございます。今日はここでございます。これは便秘に効くポーズ、そしてこれは新しい便秘のお薬メモリー3。自然なお通じをスーッと誘いますよ。メモリー3。さっこさん、はい、私のブランデーどうしたんだ。 あれとっくにいただきましたよ。画像が、え、近頃胃の調子がいいみたいで。でもキャベジンってどこがいいんでしょうね。さあ、なんだ、飲んじゃったのか。え、よく見る、よく聞く、よく話す。上手なお買い物のコツ、トップセンターなら安心。より良い品をより安く、より買いやすく。奥様の日々の暮らしのお手伝い、今日も笑顔のお付き合い。お買い物は京阪神を21点で結ぶトップセンター。トップセンター。世界の食品業界をリードする三井物産食品グループ。高島屋と。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。試写会のお知らせです。4月4日午後6時30分から SAB ホールで芥川賞作家中上健二原作19歳の地図を上映します。社会の現実や人間が生きることの生々しさの中で拒絶と共感を繰り返しながらどのように大人になっていくか、若者たちの生活を生々しく描いた青春映画です。この映画に600名様をご招待します。ご覧の要領でお申し込みください。続いて読売テレビルパン三世大阪フェスティバルのお知らせです。
3月31日大阪厚生年金大ホールにモンキーパンチをはじめテレビでおなじみの声優が全員集合します。幻のフィルムルパン三世の上映、大野雄二編曲式でテーマ曲の大演奏など盛大なフェスティバルです。前売り券はただいまご覧のプレイガイドで発売しております。いいもの見つけました。ピッチャーで毎日作るフルーティー、カリフォルニアオレンジの香りなんです。子供って本当に好きみたい。フルーティーピッチャープレゼント中。私疲れました。それ何ですか？ローラーチェア、マッサージには最高よ。オッケー、それに決めます。ローラーチェア、関西丸高がお送りします。エドのメンバー、エドポッパー、これバッカサントリーポパイグラスプレゼント。未来へトライする子どもたちのために、郵便局の学資保険。私の作ったゼリーの中をそっと覗いてごらんなさい。キラキラ光る夢の国、ほらゼリーの国よ。作ってあげましたハウスゼリーエース。ダイスカレーじゃ。カレーライスって言うな。ダイスカリー、カレーライス、ダイスカリー、メタルインドカレー、ダイスカリー。まだ言ってる。ボート町泊まりぎ、この曲おかわり。カラオケのサウンド富士、お問い合わせは大阪 624-2888。 グリンの洋菓子、手軽に買えて、シャレたおやつにおしゃれな味、洋菓子のグリン。洋菓子全般製造卸販売です。ここはレストラン。さあ、かわいいレディーにジャンプ、何をごちそうしてあげようか。新発売。行くな、僕たちも。3月20日ナンバシティは全館完成。おなじみチップスターにポケットパック新発売。好みに合わせて美味しさいろいろ、チップスター。お母さん、赤ちゃんにおむつかぶれはありません。ベビーラブは通気性のいい紙おむつ、経済的で1日使って250円、かぶれの心配がないベビーラブ。カンタルチア、ルニクオイチア。新発売、お肉もたっぷり缶入りミートソース。ルニク缶。お母さん、叱ってばかりいてはいけません。そろばんを習わせたらいかがですか。大阪手段協会は計算に強い子を育てます。男というものはいくつになっても夢を見るもんなんです。いいもんだな。メガネフレームはモン。お彼岸のお線香ください。毎日香ください。
ひるむな裁きし行け。お彼岸のお線香は毎日香。近鉄四天王寺高安山霊園、比叡山延暦寺大霊園指定石材、墓石のことなら100年の実績を持つ強石へ。電話高槻82局1661番、係員がすぐにお伺いします。落ちる落ちる落ちる。大丈夫よパパ。少女から女に眩しく変化していく娘、ふと出会った少女に心揺れるその父親、朝の光のように眩しく鮮烈なドラマ、真夜中のヒーロー、3月28日からスタートです。クーヘンをホワイトクリームで包みました。たっぷり気取って召し上がれ。ブルボンバームロール。吐いたって突然痛いのよね。こんな時早く効くハイタミン錠、準備してます。ハイタミン子供用もね。はいはい、ハイタミン。雲がポッカリアイダホ初日本行き。スリムな美味しさ、アイダホスティックハンディパック新発売。ナビスコ。入学おめでとう。お祝いに図書券を贈ります。この図書券で君はどんな本を選んでくれるかな。贈り物に図書券を、お求めはお近くの本屋さんへ。ボンバイタリアのスパゲティ、うん、新発売。お部屋にポイポイ、二つでスイスイ、香りがポッ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 ポ。香りのお掃除しませんか。お掃除ピコレット。
長、ひでえもんです。トラックに近づいた警官が1名即死、